ハインリヒ69世の母、クリスティーネの胸像と、その周りを囲む3人の姉妹、セツ,ツイリエ、アーデルハイト、クレメンティーネ、ヨハンフリードリヒレーベレヒトラインホルトが、1795年。ハインリヒ69世は、ドイツの貴族、ロイスケストリッツ公。ロイスケストリッツ博ハインリヒ6世の伐旨ハインリヒ48世と、その妻の伯爵令嬢。 クリスティーネ・フォン・シェーン・ベクセルブルク・フォア・ダー・グラウハウの間の唯一の男子で6人の姉妹と一緒に育った。1834年11月5日フィレンツェでイギリス陸軍少将ジョン・ロックの娘マティルダ・ハリエット・エリザベス・ロックと結婚。彼女の母、レディ・マティルダ・ジェーン・コートニーはウィリアム・ベック・フォードの男色相手として知られる第9代デボン・伯爵・ウィリアム・コートニーの妹である。 身分は長く、白尺だったが、1853年11月12、日本イエスジの弟系、ロイス公国公家の計らいで、公使に昇格した。1856年9月16日、いとこのハインリヒ64世が独身のまま死去すると、ロイスケストリッツ家の家督及び文法量を継承。家督には、弟系、ロイス国議会の世襲投票権が付随した。 1871年11月27日より、就寝で同国議会議員を務めた。実施のないハインリヒ69世紀の死と同時に、ケストリ付けの調子系は途絶えた。中語系のハインリヒ4世公後が家徳と文法量を継いだ。ありがとうございます。